海の男になりきるぜ、氷川きよしシ25周年ツアーを前に劇的イメチェン。単発黒髪。歌手の氷川きよしシが26日までに自身の SNS を更新。新たなヘアスタイルを公開した。写真、印象がらり。クールビューティーなメガネ姿。氷川ワは25日に福岡、博多座から。 氷川ワキヨシ25周年記念劇場コンサートツアー、絆をスタートさせた。ツアーを前に、セットリストも男歌に合わせはそうのために噛みせつった海の男になりきるぜ、と、結べるほど長くトーンが明るかった髪を短くカット。オールバックでキリッとしたポーズを取り、角刈りにすればよかったかなしょう、とコメントした。今回はツアービジュアルも和装で、たっぷり演歌と予告。 8月17日から行ったデビュー25周年ツアーとは異なる思考で、幅の広さを見せている。47歳、ひかわきよし三発イメチェン報告海の段へ、角刈りにすればよかったかなしょう。歌手のひかわきよし47が24日、自身のインスタグラムを更新し、噛みせつった、と報告した。 氷川ワキヨシ25周年記念劇場コンサートツアー、絆の福岡、博多座公演が、今日25日から27日まで開催。氷川は、劇場コンサートゲネプロが終了。セットリストも男歌に合わせはそうのために紙みつったとリ・踊り自身黒髪の最新ショットを披露。海の男になりきるぜ。角刈りにすればよかったかなショーとも添えた。 氷川きよし海の男になりきるぜ、単発イメチェン姿を披露、角刈りに、8月に歌手復帰。歌手の氷川きよし47が26日までにインスタグラムを更新。イメチェン姿を披露した。写真、髪を切りイメチェンした氷川きよし氷川は、劇場コンサートゲネプロが終了。 セットリストも男歌に合わせはそうのために噛みせつった海の男になりきるぜ。角刈りにすればよかったかなショー明日から3日間博多座でお待ちしてます。キーナと綴り、25周年記念劇場コンサートツアー上絆上に合わせ、長い髪を単発にしたイメチェン姿を披露した。 氷川きよし、おちゃめな笑顔を披露、海の男になりきるぜい。とも、スタイル抜群全身ショットが話題。歌手の氷川きよしシが25日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自身のソロショットを投稿した。写真、氷川きよし、スタイル抜群な全身ショット弾ける笑顔も6枚。先日、プライベートで大阪に来たで。 やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、ビスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川さらに、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました、と投稿した写真の美しさが話題を集めた。今回は、リハーサルのケータリングは新人のラーメンと綴り、笑顔が眩しいショットを公開。 真心のラーメンありがとうございます。と感謝も述べている。さらに同時間には、劇場コンサートゲネプロが終了。セットリストも男歌に合わせはそうのために噛みせつった海の男になりきるぜ。角刈りにすればよかったかなショー明日から3日間博多座でお待ちしてます。ハッシュタグ25周年記念劇場コンサートツアー、絆、ハッシュタグ博多座、と綴り。 雰囲気がらりのクールなショットも披露した。氷川ワキヨシ、ヒカワキヨシ。1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。 2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。同年の大晦日に、清のずんどこぶしで第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール帳×ヒきよ清企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。 2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。